皆さん、こちら何の金額か分かりますか？実は令和3年に山口県内で発生した嘘電話詐欺の被害金額なんです。今回は多発する嘘電話詐欺についてご紹介します。嘘電話詐欺の被害が増えているとのことですが、どのような状況なのでしょうか？はい、令和2年の同時期と比べて被害件数が大幅に増加しており、非常に危機的な状況にあります。今日はこの嘘電話詐欺の中でも被害が増えている還付金詐欺と架空料金請求詐欺を事例を踏まえてご説明します。 A 市役所介護保険課の青木と言いますが、これまで払っていただいた保険料がもらいすぎになっておりまして、24,300円ほど還付させていただくことになります。還付の手続きについては金融機関から案内がありますので、ご連絡をお待ちください。金融機関のものです。お手数ですが、 ATM で手続きができますか？ ATM に誘導された A さんは巧妙な話術に騙され、知らないうちに49万円を指定された口座に振り込んでしまいました。 ATM で還付金の返還手続きをすることはありません。 ATM に誘導された場合は詐欺を疑い、最寄りの警察に連絡しましょう。あれ？何これ？ウイルス感染？再起動せずに電話してくださいか。もしもし、パソコンがウイルスに感染したみたいで。警告画面に記載されていた番号に電話した B さんは、ウイルスを駆除してもらった後、パソコンのセキュリティ強化や保護などの巧みな話術に騙され、指示された通りコンビニで電子マネーを5万円分購入し、相手に電子マネーの番号を伝えました。ところが番号が有効でないと言われ、何度も電子マネーを購入させられ、騙し取られてしまいました。パソコン使用中にこうした画面が出ても、慌てず絶対に電話をしないでください。詐欺の場合はパソコンを再起動すれば復旧する可能性が高いです。巧妙な手口で現金を騙し取る嘘電話詐欺、被害者のおよそ7割は65歳以上の高齢者となっています。身に覚えのない請求や還付金返還の電話にはくれぐれもご注意ください。年々詐欺の手口は巧妙になっています。少しでも怪しいと感じたら、迷わず最寄りの警察にご連絡ください。